生き意味マインズ。こんにちは。生き意味マインズをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただいた方、本当にありがとうございます。今回の作品は岡本かの子作、回想です。この作品が出版されたのは1938年、昭和13年。まさしく戦争の雲行きが怪しくなってきた頃、国民の生活にも制限が出てき始めた頃です。当時は家族制度や女性としてのあり方などがとても制限されており、嫁入り前の娘などはまず自由に振る舞うことができるような時代ではありませんでした。この作品は嫁入り前の年齢の美智子が社会的抑圧の息苦しい中、弾けるように解放感や自由を求め、思い切った行動に出ます。そしてその時、家族の反応は、息苦しい世の中でも小さな解放感が人々を笑顔に導く様子をかの子は的確に世情を示しながらこの作品で表現しています。さて、前置きはこのくらいにして動画をお楽しみください。岡本かの子作、回想。中野まで。美智子は弟の順次の正月着物を縫い終わって、今度は兄の陸郎の分を縫いかけていた。それ親父のかい？離れから廊下を歩いてきた陸郎は、通りすがりにちらっと横目に見て聞いた。兄さんのよ。これから兄さんも会社以外はなるべく和服で済ますのよ。美智子は顔も上げないで、忙しそうに縫い進みながら言った。国策の線に沿ってというのだね。だから着物の縫い直しや慎重にこの頃は一日中大変よ。はははは、一人で忙しがってら。だがね、断っておくが、銀ブラ謎に出かけるとき、俺は和服なんか着ないよ。そう言ってさっさと廊下を歩いていく兄の後ろ姿を、美智子は顔を上げてじっと見ていたが、ほうっと吐息をついて縫い物を畳の上に置いた。すると急に屈託してきて大きな背伸びをした。肩が凝って座り続けた両ももがだるく張った感じだった。美智子は立ち上がって廊下を歩き出した。そのまま玄関で下駄を履くと、冬晴れの午後の戸外へ出てみた。日はすでに西に遠のいて、西の空を薄桃色に燃え立たせ、目の前のまばらに立つ住宅は影絵のように黒ずんで見えていた。美智子は光を求めて進むように住宅街を突っ切って空の明けた多摩川脇の草原に出た。一面に燃えた雑草の中に立って思い切り手を振った。冬の日はみるみるうちに西に沈んで、桃色の西の外れに藍色の山脈の峰を浮き上がらせた。秩父の連山だ。美智子はこういう夕景色をゆっくり眺めたのは今春、女学校を卒業してから一度もなかったような気がした。慌ただしい、始終追い詰められて縮こまった生活ばかりしてきたという感じが美智子を不満にした。ほーっと大きな吐息をまたついて、彼女は堤防の方に向かって歩き出した。冷たい風が吹き始めた。彼女は勇み足に力を入れて草を踏みにじって進んだ。美智子が堤防の上に立った時は、輝いていた西の空は白く濁って、西の川上から川霧と一緒に夕もやが迫ってきた。東の空には満月に近い月が青白い光を刻々に増してきて、幅三尺の堤防の上を真っ白な炭道のように目立たせた。美智子は急に宗家だったので体をブルブル震わせながら堤防の上を歩き出した。途中振り返っていると、住宅街の窓々には
小さく電灯が灯って人の影も定かではなかった。ましてその向こうの表通りはただ一列の明かりの線となって川下の端に連なっている。誰も見る人がない。よし、思い切り手足を動かしてやろう。美智子は心の中でつぶやいた。膝を高く折り曲げて足踏みをしながら両腕を前後に大きく振った。それから下駄を脱いで駆け出してみた。女学校在学中、ランニングの選手だった当時の意気込みが全身に湧き上がってきた。美智子は着物の裾をはしょって堤防の上を駆けた。髪はほどけて肩に降りかかった。ともすれば、堤防の上から足を踏み外しはしないかと思うほどまっしぐらに駆けた。元の下駄を脱いだところへ駆け戻ってくると、さすがに体全体に汗が流れ、息が切れた。胸の中では心臓が激しく打ち続けた。その心臓の鼓動と一緒に全身の筋肉がピクピクと震えた。本当にはつらつと生きている感じがする。女学校にいた頃はこれほど感じなかったのに、毎日窮屈な仕事に押さえつけられて暮らしていると、こんな駆け足ぐらいでも、こうまで生きている感じが珍しく感じられるものか。いっそ毎日やったら。美智子は髪を束ねながら急ぎ足で家に帰ってきた。彼女はこの計画を家の者に話さなかった。両親はきっと差し止めるように思われたし、兄弟は親しすぎてやゆからかうぐらいのものであろうから。いや、それよりも彼女は月明の中にシックする興奮した気持ちを自分一人で内密に味わいたかったから。翌日美智子はアンダーシャツにパンツを履き、その上に着物を着て隠し、汚れたびも新聞紙にくるんで家を出ようとした。どこへ行くんです、この忙しいのに。それに夕飯時じゃありませんか。母親の声は鋭かった。美智子は腰を折られて引き返した。夕食を兄弟と一緒に済ました後でも、美智子は昨晩の駆け足の快感が忘れられなかった。外出する口実はないかとしきりに考えていた。ちょっと銭湯に行ってきます。美智子の思いつきは至極当然のことのように家の者に聞き流された。美智子は急いで石鹸と手ぬぐいと湯煎を持って表へ出た。彼女は着物の裾を蹴って一山に堤防へかけていった。冷たい風が耳に痛かった。堤防の上でさっと着物を脱ぐと手ぬぐいで後ろ鉢巻きをした。凛々しい女流選手の姿だった。足袋を履くのももどかしげに、足踏みの稽古から駆け足のスタートにかかった。つま先立って身をかがめると、冷たいコンクリートの上に手を触れた。オン・ユア・マーク、ゲットセ。美智子は壇上仕掛けのように飛び出した。昨日のごとく青白い月光に照らし出された堤防の上を、遥かに下を多摩川が銀色に光って、そうそうと音を立てて流れている。次第に足の疲れを覚えて速力を緩めた時、美智子は月の光のためか一種悲壮な気分に打たれた。自分は今はつらつと生きてはいるが、違った世界に生きているという感じがした。人類とは離れた寂しいが、しかも厳粛な世界に生きているという感じだった。美智子は着物を着て小走りに表通りのお湯屋へ来た。湯に浸かって汗を流すとき、初めてまた元の人間界に立ち戻った気がした。美智子は自分独特の生き方を発見した興奮にワクワクして肌を強くこすった。家に帰って茶の間に行くと、母親が不審そうな顔をして、お湯からどこへ回ったの？と聞いた。
美智子は。お湯にゆっくり入ってたの。肩のこりをほぐすために。そばで新聞を読んでいた兄の陸郎は、これを聞いて、おばあさんのようなことを言う、と言って笑った。美智子は、黙って中の前去った。美智子はその翌晩から、できるだけ素早くランニングを済まし、お湯屋に駆けつけて汗もざっと流しただけで帰ることにした。だが母親は、娘の長湯を気にしていた。ある晩、美智子がお湯に出かけた直後。陸郎さん、お前すぐ美智子の後をつけてみてくれない？それから、できたら待ってて帰るところも、ね。と母親は頼んだ。陸郎は、妹の後をつけるということが、親しすぎるだけに妙に照れくさかった。こんな寒い晩にかい。彼は別な言葉で言い表しながら、母親のせき立てるのも構わず、ゆっくりマントを着て、帽子をかぶって出て行った。陸郎はなかなか帰ってこなかった。母親は、じりじりして待っていた。そのうちに、美智子が帰ってきてしまった。また例の通り、長湯ですね。そんなに丁寧に洗うなら、一日おきだってもいいでしょう。でも、お湯に行くと足がほてって、よく眠れますもの。ともかく、眠れることは事実だったので、美智子は真剣になって言えた。母親は、明日は日曜で、お父様も家においでですから、昼間、私と一緒に行きなさい。と言った。美智子はなんて親というものはうるさいものだろうと弱って。なぜ、そう私の長湯が気になるの。眠る前に行く方がいいけれど、それじゃ、明日は昼間行きましょう。美智子は、一日ぐらいは我慢しようと諦めた。それがちょうど、翌日は雨降りになった。美智子は降り続く雨を眺めて、この天気、天雄っていうもんかしら。少なくとも私の悲観を慰めてくれたんだから。そう思うと、なんだかおかしくなって一人クスクス笑った。お昼過ぎに、母親と傘を差して、すました顔でお湯に行った。そんなに長く、お湯に浸かってるんじゃありませんよ。母親が、呆れて叱ったけれど、美智子は自分の長湯を信用させるために、顔を真っ赤にしてまでこらえて、長くお湯に浸かっていた。やがて、流し場に出て洗い桶を持ってくるときは、お湯にのぼせてふらふらしたが、額を冷水で冷やしたり、もじもじしているうちに治った。いい加減に出ませんか？母親は美智子のそばへ寄ってきて、小声でせき立てるので、やっと体を拭いて着物を着たが、家へ帰るとまたおかしくなって、奥座敷へ行って一人クスクス笑った。美智子はこの頃、変ですよ。毎晩お湯に行きたがって、行ったが最後、1時間半もかかるんですからね。あんまり変ですから今日は私、昼間連れて行ってみました。母親は茶の間で日記を書き込んでいた美智子の父親に相談しかけた。そしたら、父親も不審そうな顔を上げて聞いた。ずいぶん長くいたつもりでしたが、40分しかかかりませんもの。そりゃお湯のほかにどこかへ回るんじゃないかい。ですから、昨夜は陸郎に後をつけさせたんですよ。そしたらお湯に入ったと言うんですがね、その陸郎が当てになりませんのよ。様子を見に行ったついでに友達の家へ寄って12時近くまで遊んでくるのですから。ふん。父親はじっと考え込んでしまった。雨のために響きの悪い玄関のベルがチリッと鳴ってやむと、
受信箱の中に手紙が落とされた音がした。母親は早速立って行って手紙を持ってきたが、美智子宛ての手紙だけですよ。お友達からですがね、この頃の美智子の様子では手紙まで気になります。これを一つ中を調べてみましょうか。そうだね、上手に開けられたらね。父親も賛成の顔つきだった。母親は長火鉢にかかった鉄瓶の湯気の上に封じ目をかざした。すっかり濡れてしまいましたけれど、どうやら開きました。母親は4つに折った書簡線をそっと抜き出して広げた。声を出して読みなさい。父親は表情を緊張さした。勇ましいお便り、学生時代に帰った思いがしました。毎晩パンツ姿も凛々しく月光を浴びて多摩川の堤防の上をシックするあなたを考えただけでも胸が躍ります。一度出かけてみたいと思います。それに引き換えこの頃の私はどうでしょう。風邪ばかりひいてとてもそんな元気が出ません。へえ、そりゃ本当かい。父親はいつもの慎重な態度も忘れて頓狂な声を出してしまった。まああの娘がなんていう乱暴なことをしてるんでしょう。呼び寄せて叱ってやりましょうか。母親は手紙を持ったまま少し厳しい目つきで立ち上がりかけた。まあ待ちなさい。あれとしてはこの寒い冬の晩に人の目のないところでランニングをするなんてよくよく屈託したからなんだろう。俺だって毎日遅くまで会社の年末整理に忙殺されてると何か突飛なことがしたくなるからね。それより俺は娘の友達が言ってるように自分の娘が月光の中で走るところを見たくなったよ。俺の分身がね、そんなところで走ってるのをね。まああんたまで変に好奇心を持ってしまって。でも万が一のことでもあったらどうします。そこだよ。場合によったら弟の順次を連れて行かせたら。そりゃ順次がかわいそうですわ。ともかく明日月夜だったら美智子の様子を見に行く。呆れた方ね。そいじゃ私も一緒に行きますわ。お前もか。二人は真剣な顔をつき合わせて言い合っていたが、急におかしくなってハハハハハハと笑い出してしまった。二人は明日の月夜が待たれた。美智子には友達からの手紙は手渡されなかったし、両親の相談なぞ知る由もなかった。ただいつも晩飯前に帰らない父親が今日は早めに帰ってきて自分らの食卓に加わったのが気になった。今晩お湯に行きたい。なぞといえば母親が一緒に行くと言うかもしれぬ。弱った。今日は午前中に雨が上がって、月もやがて出るであろう。この夜、一晩休んで肉体が待ちかねたようにうずいているのに、だんだん遅くなってくると、美智子はイライラしてきてとうとう母親に言った。お湯へやってください。頭が痛いんですから。母親は別に気にも留めないふりで答えた。いいとも、ゆっくり行ってらっしゃい。美智子は我知らず顔をほころばした。こんなことってあるかしらん。美智子は夢のような気がした。夢なら覚めないうちにと手早く身支度をし終わって表へ出た。寒風の中を一山に堤防をめがけて走った。今夜は二日分往復四回かけてやる。美智子は堤防の上に駆け上って着物を脱いだ。青白い月の光が彼女の白いアンダーシャツを銀色に光らせ、腰から下は黒のパンツに切れて宙に浮かんだ空想の胸像のごとく見えた。彼女はまず腕を自由に振り動かし、足を踏んで体慣らしを済ました。それからスタートの準備もせずに
いきなり弾丸のように川上へ向かって疾走した。やがて遥かの向こうでターンしてまた元のところへ駆け戻ってきた。そこで狭い堤防上でまたくるりとターンすると、再び川上へ向かってかけていった。この時、後から追っかけてきた父親は草原の中に立って、遥かに堤防の上を白い塊が飛ぶのを望んだ。あれだあれだ。父親は指さしながら後を振り返って、ずっと遅れてかけてくる妻をもどかしがった。妻はハーハー言いながら、あなたったらまるで青年のように走るんですもの、追いつけやしませんわ。妻のこの言葉に夫は得意になり、それにしてもお前の遅いことったら。妻は息をついで、これでも一生懸命だもんで、家からここまで一度も休まずにかけてきたんですからね。俺たちは案外まだ若いんだね。あはははははは。二人は月光の下を寒風を切って走ったことが近来にない喜びだった。二人は娘のことも忘れて声を立てて笑い合った。いきみマインズ。